ベーリンガー・インゲルハイムは、ドイツに本拠を置く、製薬会社。株式を公開しない、製薬会社としては、世界最大である。クリスティアン・フリードリヒ・ベーリンガーと二人の息子が1859年に、バーデンビュルテンベルク州、シュトゥットガルトで、CF ・ベーリンガー・ウィントゾーン社を設立した。このクリスティアン・フリードリヒ・ベーリンガーの次男である、 アルベルト・ベーリンガーが1885年にラインラント・プファルツ州インゲルハイム・アムラインに科学工場を設立した。ベーリンガー・インゲルハイムは株式を公開しない企業形態を活かしながら長期に着実な成長を目指し1885年の設立以来製薬企業として成功を収めてきた。現在はグローバル企業として積極的に 事業展開をしており、世界トップ20の製薬企業の一つに数えられ、バイオ医薬品分野では、革新と技術に優れた、世界大手のバイオ医薬品企業として確立している。ベーリンガー・インゲルハイムの事業領域は、医療用医薬品、一般用医薬品、動物薬にわたっており、その中核領域を医療用薬品において、事業を展開している。 2011年9月7日、バイオ医薬品部門が、フロストサリバンのアナリストにより、グローバルな受託製造事業で、顧客やパートナー企業に卓越した、最高のサービスを提供すると認められ、フロストサリバンベストプラクティス賞を受賞。この会社の標語は、バリュースルーイノベーション。日本法人は、 ベーリンガー・インゲルハイム・ジャパングループとして、日本での持ち株会社の参加に、医療用医薬品事業と動物用医薬品事業の事業主会社を持っている。なお、ベーリンガー・インゲルハイム本社が2017年1月、フランスに本社を持つサノフとの間で、コンシューマーヘルスケア事業と動物薬事業の戦略的事業交換を実施したことに伴い、 日本でもコンシューマーヘルスケア事業を担っていた SS 製薬株式会社をサノフィへ移管し、代わってサノフィ参加だったメリアルジャパン株式会社をベーリンガー・インゲルハイムジャパン株式会社の参加へ移管した。ありがとうございます。